はい、どうもハリチです。今回もフィア16監督キャリアモードやっていきたいと思います。次はね、チャンピオンズトロフィーの決勝戦ですかね。さあ、これなんだ、記者会見があったのとスカウトがあった。まず読むか。結構メッセージあるな。スカウト指示してたんで、それの、経過の報告だと思うんだけど、そう、これは、スカウト探してきたやつか。記者会見は何だ。マスコミに話す、褒める。あ、こういうアクションがあるんだな。さあ、もういいだろう。さあ、試合に行こう。さあ、相手チームはマデイラ。サッカーファンの皆さん、こんにちは。カップ戦の決勝が間もなく始まります。この試合の実況は私、西岡明彦です。注目ですね。はい、新天地でのデビュー戦、ぜひとも勝利に貢献したいところでしょうね。この試合の先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 4-5-1 を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。こちらが今日のスターティングラインナップです。今日はウィングオフ、一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。なお主審はアフォンソ・セクレタリオです。さあ、試合開始だ。試合開始です。だいぶ喋れなかった。4-3-3なんで抜けにくいな、結構。まずは相手の攻撃。うわー、まずいまずいまずい。はあ。さあ、最初なんでめっちゃ油断していた。てか何もしてなかったな。とはいえ、エクスターシティに 3-0 で勝ってるんで結構強いんだな。ダメだ、全然ダメだ。まあ、これでお互い1本ずつ打ったんで終わりかな。まず逆だったか。ソアレス、さあさあさあ、こっちも行こう。どうしろって言うんだ。シュート、シュートでしたが、これは決まりません。残念そうにしています。はい、絶好の場面でしたからね。頭も抱えますよ。やはりまた決まらなかったな。
もうちょっとゆっくりめに行けばよかったのかな。危険な位置です。まずい。緊張感が増してきます。スローイン。ヘディングだ、ヘディング。危ない。よし、中央から。まだだまだだ。あー、しまった。まだ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 。お、オウンゴール。いけそうだったな。ここの競り合いほぼ勝てないが、高さ的な問題なのかな。よし、ナイス、トーマス。あ、ダメだ。これは、あ、自分で自分で行こう。おい。ここでシュート。止めた。ボールが転がる。コーナーからのリスタートになります。さあ、コーナーキックからならまだ希望があるな。あのキーパー強いな。ノイア並みに好セーブをしよう。おお。すごいな。今のも入ってもおかしくないわけではないか。あ、ダメダメダメ、全然合ってない。あいつすごいな。こぼれ球ですら逃さないって取るっていうね。ぶつかり合っています。アントニオ・トーマス。よし、間に合い間に合い間に合うんだ。お、危ねえ。これが来た。ボールを蹴り出し、すぐ。まだ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 。もう一回行こう。味方はいるか。合わない。届かず。もうちょっとだったんですけどね。まあまあ、敵と重なったんでっていうのもあれか。おーし、上がろう。ちょっと待って待って、まだまだまだ。あれ、上がってくれ。今でしょ。ういっ、嘘でしょ。あーつ、すごいな。あそこまで行くと感動するレベルだ。あ、まずい。しまったしまった。危ねえ。やはりああいう軽率なパスはなるべくしたくないな。久々に押し込まれたね。違う違う、もっと奥のやつを狙ってたんだが。あれ、今のも枠の外か。結構狙ったんだが、あ、せめて弾いてほしかったな。あれ、全部勝ってないぞ。競り合いに勝っていない。スワレス。まずいまずい。しまった。シュート。ああ、さっきのか。さあ、コーナーは怖いぞ。さあ、一度出したがまだまだある。いい形になる。ナイス。体をうまく使います。ボールを取った。サイドから展開。よし、やっと。多分今 7ゴール目じゃないの。7シュート目だね。軽いタッチで決め
丁寧に打ちましたね。いやこの突破は止まらないですよ。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。さゴール内からのアングルが欲しいな。一応触れてはないのか。なるほど、途中で軌道が変わったように見えたけど反応できずだったんだね。ソアレス。さあこのチーム1点目取るのは遅いが1点目以降はバンバン取るっていう感じなんで、ここから前半もう1点取れそうだ。ボールがよく転がっています。ソアレス。おーし、よし待って、誰に向かった今のは。強引狙っていった。いやこれはちょっとやってしまった感がありますか。そうか、バックが悪そうにしていますからね。しまったと思ってるんじゃないでしょうかね。まあ完全にね外だったけど。位置取りが悪いんだな、全然取れんぞ。これは残念、ボールを手放してしまいました。突破しました。打った。おーし、まだまだ。ういーし、よーし、ナイス。ノリに乗っています。裏取りも最高だな。こちらのカメラからの映像です。さあすごい湧いている。もちろんダニエル、チャンピオントロフィーで10ゴールを決めているエースだな。 あ両方ダニエルか。さああと1点でハットトリックを決められる。 OK、 前半終了。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。あそこ、こっちからか。後半戦キックオフです。後半戦も引き続き実況西岡、解説堀池拓実さんでお伝えしていきます。コーナーキックっぽいがどうだ。堀池さん、この選手ですね。前半は目立っていましたね。外目に狙った、はい、弱いが、あ、いけるいける。ハットトリックを狙えますね。リードしているのは彼のおかげですよ。決まるか。さあ軌道は良かった、ただ、枠内に収まっていなかったな。ヘッドだ。うわ、ナイスキーパーとか正面。変えてきますでしょうか。あ、強い。じゃ一旦これ逃がすしかないな。しつこいなこいつも。ダメか。まあなるとね、ロング目から狙うしかないんで。ゴールがガラ空きですね。ボックス内から決めました。セットプレー3回やったがいい感じのはなかったと。マルコ・ベラッティですが、アーセナルへの移籍が決まりました。あ、奪われたか。いけると思ったんだけどな。この遺跡はチームに大きなインパクトを与えてくれると思いますよ。ういよーし。わ、まずい。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。これはどうなりますか。あー、ちょ、戻ってきてほしかったな。選択肢は一つだけではありません。さあさあ追い出せ追い出せ。 OK、 こっちだね。よし走れ走れ。ゴール前に入ってきた。シュート。このシュートを弾いた。まあまあ OKOK、 コーナーキックが得られればそれだけで十分だ。まずいね、通りもしなかった。中盤でボールをカットしました。
組み立ては良かったんですが相手ボールになります。オフサイドの判定です。マジか、そうか、ああそうだな、さあまあ言っても2対0、負ける要素はもはやないな。さあ相手が焦ってんのか、全然なんか前半と違うな。オッケー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 、まだよし、よし、さあオッケー、オフサイドなし、あ弱い弱い弱い。ここでベンチに下がります。さあこっちも選手変えよう。今のスタミナ切れによるミスだな。誰変えようか、まあ真ん中変えるか、 ST でいいか。代わりがいないもんな、代用がいない。超攻撃的なね選手を投入だ。この選手本来の力を発揮していませんでしたね。交代は妥当な判断でしょう。選手がピッチに入ります。さあ若干後半押し込まれているような展開。中守ればいける。オーケーオーケー。クロスが良くありません。ディフェンダーがインターセプト。ボールを持って中に入る。決まった。スタミナが足りない。シュートよーし。ハットトリック。軽いタッチで決めてきましたね、堀池さん。丁寧に打ちましたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。さもはや倒れながらみたいなシュート。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。ハットトリック。さあどうだ、はい、ゴー。さあ新途中出場のフォワード、OK。 さあやはりスタミナがある選手は違うな。もう止まらないといった感じでしょうか。確かに今日の様子では止まらないという感じでしょうね。さあワンゴールのみだね、ほぼ出してないんで。サブの選手がピッチに向かいます。だからもともとダニエル下げて相手を使うっていうのがセオリーなんだろうが、力の差が出てしまっています。同時に出すっていう感じですよね。さあバックパスを封じられなかった。さあ後ろを塞ぐと前に出すんで、それでミスが起きやすくなるっていう。絶好のチャンス、ここでシュート。オッケーオッケー、よし。お、これはまた途中出場じゃないかな。どうだ、20番。見事に決まりました。いいボールが供給されましたね。うまく飛び込みました。ナイスセーブでしたが相手の前に弾いてしまいましたね。この角度からも見ましょう。さあこういうのはキーパーよりねディフェンダーが悪いね。ディフェンダーがトーマス、あトーマスか、
ナイス。試合も終盤に差し掛かりましたが厳しい展開になっています。今何分でしょうね。ああと5分か。なんだ、お、よし、いけ。もうトーマス限界だな。いけ。スペースを見る、打ってきた。シュートは外れます。全然ダメだ。あ、ハットトリック以上の4点はいけなかったな。まずいに決めてきました。スワーズ合わせてくるか。あ、しまった、下がってしまった。クロスは今一つでした。ディフェンダーがキープしています。ダニエルも限界だな。体を当てて取る、奪った。追いつけない。もうスタミナ限界か。足つるな。シュートに行けるか。ういお、よー、ナイス。近い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 。危ね。全日程が終了しカップウィナーが誕生しました。素晴らしいパフォーマンスでしたね。ここまで勝ち上がってきた勢いを感じましたよ。ファイナルに素晴らしい好ゲームで何度も使ってくれました。チャンピオンズトロフィーチャンピオン、シディ・ヌマンシア。そう、最初のすごく危なかったシーン。さあ、これで、古市さんも1点奪いに行こうとしたシーンだな。ここら辺まではすごい拮抗した感じでしたね。ここでシュート止めた。ボールが転がる。前半は相手のキーパーにすごく阻まれて点を決められなかったという感じでしたね。これはいいぞ。入るか。さあ、まあいいだろう。全部見ると長いでしょう。フェアプレイレーティング、ダニエルが 9.6、 途中出場の、なんとかアレグリアかなが 7.4 とまあまあ高めで、プラザじゃないな、パーゼかな、なんて言うんだが、9サイド、サイドバック、レフトサイドバックが9。何やった、点決めたっけ。いや、点を決めたわけでもないが、ちょっと待ってね、確認してみたい。パス成功数が、あ、10一番多いな。ドリブル成功数がまあ6なんで、そんなに高くないというか、俺右側から一切攻めてないな。クロス成功数もそんなないけど、まあまあいいでしょう。さあ、チャンピオンズトロフィー決勝戦だったんで他の試合はないね。 5-0 で、優勝、幸先のいいスタートと、賞金は59万4000ドル。さあ、選手の成長さすよ、ダニエル。そうだな、推奨からヘディング&ボレー、ドリブルコースで、さっき使ったこいつかアレックスも、強化して、そうだな、あとはブラザかなも、強化。キーパーもね、次世代のキーパーを育てておかないとな。
さあシミュレート、まあとりあえずダニエルを強くしていきたいね、どんどん。何が上がったんだ。さあこれでチャンピオンズトロフィーは終わったね。これで選手契約などもできるようになったな、だいぶ。そうだ、こっから選べってことか。ライト、いやちょっと待ってね、センターバックじゃなくて攻撃陣が異常に少ないんだよね、このチーム。これは契約年数2年か。ちょっと移籍で選手をちょっと増やしたいな。ポジションはね、ATT でいいのかな？ATM、ミッドフィルダーの、そう、これ、センターミッドフィルダーっていうのかな？ 23 歳か。よし、こいつを欲しい。で、オファーする。オファーするで、提示する移籍金ゼロにして、だと多分無理なんだよな。提示する選手交換みたいな扱いってことかな。さあ移籍金はなしだとクラブ的に厳しいんだろうね。じゃあ今回はここまでにしよう。また次回に続きます。